ないです。普通バージョン。普通バージョン。ゆうき、たかちゃん。あ、ゆうき。あれ、あれちゃん。あ、ハロウィン。今は多分。あ。でしょ？そう、でしょ？何の話？そう、それ、そう。そう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 。そうそうそう。もう、アクションやってる人はみんな知ってる。ほら、ちゃんとこういうことで、サバ、サバ。はい、トランさん。はい。今、本。食べないよ、食べない。皆さんこんばんは。あ、いいかもしれない。それちょっと長山さんの講演会ヘイコロダに参加ということで、だんだん数がまた増えてきますね。これ今日4階席まで入ってますよ。聞こえてますか？ということでですね、ヘイコロダにその前からビルディングになってますが、今日はあの言霊に秘められた力ということで、あのテーマを設けさせていただきました。あの中山さんから飛び出る言霊、の話が僕はあのヒットしてて、まあ、深く聞きたいなっていう思いもあったんですけども、まあ、でもやっぱり集まった顔ぶれでどんどん話は展開していくので、今日もどんなライブが飛び出すか、皆さんお楽しみに。ではでは中山さんよろしくお願いします。良い朝。良い朝、ね、皆さんこんばんは。中山こと中山康直と言います、ね、半分宇宙人で半分地球人です。混血です、ね、ですから僕の話、ね、宇宙の話、古代の話、民族の話、もちろん朝の話、生き方の話、何が出るか分かりません。僕もいつも設定してません。原稿もありません。つまり出任せですから、ね、出るに任せて出任せでお話しますからね。その出任せのトークを、まあ、言霊って言ったり、ね、そして親父ギャグ、宇宙ギャグって言ったり、うん、神遊びって言ったりしてますので、ぜひ皆さんあっという間の時間だと思いますが楽しんでってほしいなと思いますね。はい、今ねテーマいただいた言霊に秘められた力と、その前にね未来を開く朝と、もうこのキーワードをもらった瞬間に大丈夫かな、話してもかなりエッチな話になっちゃう可能性があるけども大丈夫なのかなと思いつつも、まあどんどん活かしていただきますのでね、そんないろんなポイントをね本当に皆さんと共有したいなと思いますが、僕今日昼間ちょっと時間があったので3月かな、初めてヘッコロダニさんで講演させてもらった時にもビッグマウンテン大山に行ってきたんですね。今日もビッグマウンテン大山に行ってきたんですよ、ね、で前回の春も秋もすごく綺麗で、伊豆大島に住んでるので伊豆大島や江ノ島やもう本当に一望できるようなクリーンな、ね、ピュアな今日一日だったんですが、一つメッセージがありましてね、山に登って山からこう降りてきたらですね、何かちょっと生き物が、小さい生き物がパッと動いてたのでそれに集中したんですよ。で何なのかなって見たらバッタ、小さいバッタ、そして背中にさらに小さいバッタをねおんぶしてたような状態なんですよ。で親子かなと思ってどん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 フォーカスしていったら繋がっちゃってんですよね、下半身が。だから完全に交尾してた状態なんですよ。でそれで見たら、僕はあんまり昆虫のことね、そのバッタのこと詳しくなかったので知らなかったんですが、背中に乗っているバッタちゃんが多分オスだと思うんだけど、ちっちゃいんですよ。で乗せてる方側は大きかったんですね。まるで親子ぐらい違うと思うぐらいの大きさの違いで、まあ言ってみれば小さいバッタの3倍ぐらいあったんですよ。だからカマキリもそうなんだけど、このカマキリの交尾もね、交尾が終わったらオス食べちゃうじゃないですか。だから確実にねオスはメスの燃料になってるんですよ。原料になってるんですよ、うん、食料になってるんですよね。でこういう働きをこのタイミングで今一度垣間見せてもらって、これはやっぱりね女性性の時代が今来てますから、本来の女性性のあり方、
本来の男性性の働き、こういうところにね、立ち返る、こういう原点回避が全ての問題の解決の根本の一つであると理解したんですね。そして最近は男性原理が極まっている状態って分かります？政治もそう。これは女の人というよりも男の人の考え方がさらに暴走し、ね、そして暴力的になったり荒くなったりして荒ぶる働きでね、社会も形成されてると思うんですよ。そうするとその被害になっているのは当然生活を支えている現場にいる奥方や女性や母性やさらに子供たちなんですよね。だからこういうことも含めて今僕たちはどこにいるかってことも考え合わせてね、まさに女性性の開きの時代、開きの時が来ている。それは未来を開く力になるんですよ。で、現象的に言っても男性の働きの暴走した現象がニュースだったりね、印だったり出てきてるんですよ。例えば最近米兵が女の子をレイプしちゃった、こういうニュースがね駆け巡りましたよね。これもやはりいろんな経緯があって言い悪いを超えて判断すると男性原理のねエネルギーが極まってる状態なんですよ。どっちがいい悪いっていう話ではないですよ。だからした方もされた方も実は本来する必要性のない話なので苦しいんですよね。で、極めつけは琉球の方に配置されようとっていうか配置されている偵察衛星というか偵察機、名前なんていうか知ってるでしょ。オスプレイですよ。オスのプレイじゃん完全に。これはちょっとオスのプレイは嫌だね。オスメスプレイだったらまだいいけどね、オスのプレイでしょ。こういうことって偶然はないんですよ。宇宙は全て必然であってシンクロしていて、英語であっても日本語であっても言霊というね、一つの音っていう世界から見ると明確に意味がねつながってくるんですよ。だからオスプレイを配置するってことはオスのプレイの極まった状態がアメリカによってね日本に押し付けられてるっていう風に考えられるんですよ。だからこれは極まってる状態なんですね。だからこの極まってる状態っていうのは実は大チャンス、こういう言い方もできます。そして今時は2012年、マヤインカのアースキーパーの人たちが、暦のことを最も知る人たちが、この2012年っていうのは一つの節目であると。今までの古い流れが終わり新たに新しい流れに行くターニングポイントであると、このように理解してるんですよね。だから今年は今までの古い形がどんどん、消えていく形として終わりを迎え、そして来年は2013年、夜明けの朝ですから、新しい始まりですから、それを象徴しているように伊勢神宮は式年遷宮といって20年に社を一度変えますけども、その式年遷宮が来年取り行われる。これはお伊勢さんだけではなくて出雲大社も遷宮が取り行われる。天津神と国津神の神様のお家のお蔵帰りが来年揃って取り行われるんですね、この日本においてですよ。だから新たな始まりとね、夜明けの朝だということができます。その上で来年からは新しい始まりなんだけど、その新しい始まりに行くためには終わりの始まりですから、今年は全ての終わりなんですよ。全ての終わりは全ての始まりですからね。そういうタイミングを僕たちは宇宙船地球号に乗ってもう問答無用に皆さんと共にいるということなんですよ。そう考えると来年が夜明けの朝だったとしたら今年は夜明けの晩なんだよね。だから我々はね今夜明けの晩にいるので、この夜明けの晩っていうフレーズは、夜明けの晩っていう言葉は言霊でもあるんだけど、みんな聞いてきたと思う。聞いてきただけではなくて口ずさんだりね、唱えたりしてきたフレーズ、なんとも不思議なフレーズ、夜明けの晩、ある意味で夜が明けるちょっと手前なんだけど、もう一番暗い時、一番エネルギーがバネのごとく収縮している時、そのタイミングを夜明けの晩といい、それをもってこれから爆発的に開いていくという、その
ターニングポイントなんですよね。だから我々は2012年を生きているということは、夜明けの晩にいて、さらに6月20日の夏至から12月21日の冬至までの3ヶ月半年間が夜明けの晩の本ちゃん本番であって、さらに9月の22日の中分点から12月の21日の冬至までの3ヶ月間が夜明けの晩の一番のクライマックスなんですよ。で、私たちは今9月22日の終分点を過ぎてね、さらに12月21日の冬至に向かって今10月の後半を生きてますよね。だから夜明けの晩の最も極まった状態、こういう時を僕らは生きてるんですよ。ではこの夜明けの晩の最も極まった時にはどんな働きが求められているか、どんなエネルギーの、ね、資質が大切か、それは歌の中にヒントがあるよね。夜明けの晩にどんなことが起こるって言ってます？鶴と亀が滑った。この鶴と亀っていうのは比喩して表現されてますが、鶴とは天を指し、亀とはねえおちんちんを指し、な大地を指しね、まあおちんちんみたいなものなんだけどね、これ世界放送されてるからね、ねえタブーの領域にも入ってるからね、大丈夫なんだけど、とにかく鶴とは天を指し、亀とは大地を指すんだ。そして鶴とはね天を指すということから考えて、音玉で言うと父なる宇宙なので、父なる宇宙の音はね、ヤハウェイのヤ、男性音はヤ、すなわち野郎、ヤクザ、ヤツ、ヤドロク。男性音は比較的ヤから始まりやすいんですよ。そしてヤというのは弓矢のヤでしょ。この弓矢のヤって射抜く貫くでしょ。これは男性の働きだよね。僕たちは女性に向かって射抜く貫くねえ出すっていう話で未来を開かせていくわけだから、だから矢っていうのは男性の働き、ね、じゃあその矢と対極にある女性の音は、女性の働きは受容性という意味も含めて、女性の音は魔なんだよね。古今東西、ママ、マリア、マザー、マドンナ、母性音でしょ。だから男性音の矢と母性音の魔、この矢、魔が統合されたところ、融合した場所を矢、魔、とと表現したんですよ。だから私たち日本人は本来二元性が統合されてる民族だ。そもそもそれが大陸からのいろんな流れによっていろんな価値観がね捉えしてきた、輸入された、そういうことからある意味で分離の世界を必然的に生んで、その分離によってさらなる統合に向かうという局面をね、僕たちは経験体験してきたの、一つの学びとして。その分離が人と人を遮断する、人と自然を遮断する、神と人、宇宙と地球を遮断するっていう働きだったのよ。そうすると競争原理が働き、対立、挙句の果ては戦い、戦、戦争になっちゃうでしょ。だけどそういう働きではなくて、本来は二元性の統合されたね存在ですから、鶴と亀が滑ってる状態ですから、ね、本当は融合してるわけですよね。そういう意味で日本人の働きっていうのはそもそも融合の知恵を持っている。だから日本人っていうのはジャッジする民族じゃない。物事を見た時にいい悪いとかこういう考えっていうのは非常にまあかっこ悪いし、合理的ではないし、なんかアートではないし、おしゃれじゃないんだよね。うん、いいとか悪いってじゃあ何をもっていいのって、何をもって悪いのって、これも時代によってね場所によって変わっちゃうの。戦争で人たくさん殺したらヒーローですよ、ある意味で相手をやっつけた。日常的にそれ人を殺めちゃったな、犯罪者殺人者でしょ。同じ行為なのに場所によってところによって状況によっていいと悪いが違うってことは、いいと悪いってのは絶対的なものではなくて、うん、その価値観によって変わるってことで、この価値観によって変わるいいと悪いに僕らがしがみついてたら
命よりいいと悪いがいつの間にか大事になっちゃうので本末転倒になっちゃうんですよ。お金は手段だったのに目的になるようにね。そういうふうなことを僕らは体験を通して経験し、そして気づいてきたんですよ。これちょっと気持ちよくない、これちょっと、美しくない、そういう状態を築いてきたんですね。だから本来の二元性の統合というのはやっぱりジャッジしない、ちゃんと受け入れる、いろんな人がいていいんですよ。自分と違うから違う世界を垣間見ることができるから、こんな最高なバラエティ に基づく多様性の文化なんてないじゃないですか。みんな同じだったら面白くもなんともないですからね。そういう風なところを今求められてるんですよ。みんな違っても全体で一つ、みんな一緒で一つなんではなくて、みんな違って全体で一つなんですよ。一人一人違うから、そういう風な意味で今鶴と亀が滑るという二元性の統合が求められている。これは昼と夜、プラスマイナス、神と人、思いと現実、見えるものと見えないもの、西と東とか南と北とか男と女とか反省と、賛成と反対とか、いろんな二極性があるんだよね。しかしこの二極性はどっちも同じなんですよ、極端に言って、例えば原発っていうキーワードで見てみるよ。反対する人と賛成する人というわけなんですね。反対してる人は原発がなくなった世界をイメージしてそれを求めてるんですよ。いつまでも反対賛成ってやってる世界を求めてるんではなくて、その先に行きたいんですよね。しかし反対と賛成に入ってしまうと、実はあるトリックがあってその先に行きにくくなるんですよ。だから自分の意見は表明することは大事なんだけど、反対と賛成っていうステージに入っちゃうと反対も賛成も同じレベルなんですよね。だからこういうこともぜひ受け取ってほしくて、我々日本人は右脳と左脳が共鳴し本当にジャッジしない民族なんです。だからいいとか悪いとか正しいとか正しくないとか、そういう言葉はなかったんですね。昔の言葉を紐解いていくと正しいって言葉がないんですよ。日本人正しいって言葉使わなかったから。正しいではなくて楽しいか楽しくないかな。楽しいイコール正しかった、楽しくないイコール正しくないんですよ。で、人によって楽しいこと全然別なんだよね、得意なことも興味あることも全然違うわけですよ。しかしなぜか知らないけど同じようなレールに乗せられ、ベルトコンベアに乗せられ、楽しくないものを楽しいと思わさせて、本当に楽しいことをやってこないという、こういう状態にもなってたんですよ。だからいよいよこの二元性の統合、鶴と亀が滑るというね、こういう時期に来たので、私たちは判断というジャッジを超えてね、本当のど真ん中の世界に行くということが求められている。で、日本の言葉の中に、言霊の中にジャッジしないっていうことを象徴するね、言葉があるんですよ。例えばね、それしょうがない、これすごい言葉ですよ。しょうがないでよく片付けられるなって言われたもん、外人に。お前なやすな、なんでしょうがないで片付けられるんだ、俺たち西洋人はしょうがないで片付けられないので、どっちがいいか悪いかとことん決めるって言うんですよ。だけど日本人はどっちがいいか悪いかっていうサイクルでやってても、なんかもう面倒くさくなっちゃって、最終的にはもういいよと、どうでもいいよ、こういう風になるんですよ。しかしやっぱり大陸的な考え方はいいか悪いかを突き詰めてね、こっちが正義でそっちが悪っていうことを決定しないと納得できないような民族性や、その民族性の中で生きている、要するに脳の構造があるんですよ。これは別にいい悪いではないですよ。我々日本人と違った言葉を、言語を発していることや、脳の構造が違ったり骨格が違うということも含めて一つの役割と働きなんですよ。しかし我々の日本人の働きという言い方で言うならば、私たちはしょうがない、こういう言語を持っていることから、最終的にはもう全て見えない世界に預けちゃうっていうのは、神様に委ねちゃうっていうのは、だからこそさらになるよになるよ、なんじゃこれはって、なせばなるよ、そうか、なせばなるってことはやれば確実に現実になるんだと、
やらないから現実にならないんだと、できないと思わされたことによって、できないと思っちゃってやらないからできないだけなんだと、やってみれば案ずるより運が安いしできちゃうんだと、こういう風にね、なっていくんですよ。で、挙句の果てはね、平安時代に使われてたことが良きに儚いだと。何これ、良きに計らえってねえ、これかなり調和的な言葉、言霊ですよね。だこういう言霊、言葉を持っていた日本人の民族性を考えると、本当に調和的な民族で二元性が統合されてるの、ね、でさらにこの二元性の統合っていうのはね、とても大事な局面なんだけども、ね、もうちょっと言うと世界の素晴らしい宗教ありますよね。例えばキリスト教もそう、仏教もそう、イスラム教もそう、ね、ヒンドゥー教もそう。しかしこういう宗教の中で宗教的な対立っていうのがありますよね。でこれは現代の一つの問題とされているんだけども、そういう世界の宗教っていうのは比較的にね、教義、彩色、教えっていうのが明確になっていて、ね、例えばキリスト教も仏教も明確な教えがあるんですよ。ある意味で戒律まであるんですよね。でこの教えは非常にシンプルな教えかもしれないけど、ある意味での正論なんですよ。現実の正しい正しくないって意味で言って正論なんです。どういうことかっていうと、キリスト教や仏教やヒンドゥー教っていう世界の重要な宗教は、例えば車の運転で当てはめるとね、ハンドルが、道が右に曲がってたらハンドルを右に切りなさいって教えてくるんですね。それ当たり前のことですよね。で最近登場してきているカルティックな宗教、カルトの世界のお話で言うと、道が右に曲がってたらハンドルを左に切りなさいって教えてくるの。全く反対だから、反目だから、対極だから、この体制に対しても非常に違うっていう側面でカルティックな状態を奏でているんですね。こういう2つの対立した局面があるんですよ。しかし私たち日本人が古来から生活の中に落とし込んでいる神道というね、考え方は、道が右に曲がってたとしても、道が左に曲がってたとしても、ハンドルから手を離してくださいと教えるんですよ。自動操縦になるから深いんですよね。うん、お任せっていう言葉がある。何に任せるの？ね、おかげさまって誰のおかげなの？ね、いるんですよ。そういう我々を守護してくれている、ね、守ってくれている存在が、それが神様っていう世界かもしれないけど、実はこの神様っていう世界は日本の考え方によると高い次元におられるわけではなく、別の世界にいるわけではなく、この神様っていう存在は我々の日常生活の中に人間とともに共鳴してるんですよ。共生してるんですよ、ね、神道で神様の名前たくさんあるじゃないですか。八百万の神々、800万ですよ、ね、全員が神様なんだ。だからこういう考え方なんですね。そしてこの八百万の神々の、ね、働きや名前を見ていくと、なんか日常的な存在だということが理解できるんですよ。例えば天照す御神神が太陽じゃん、僕ら見えてるじゃん、その恩恵に預かってるじゃん。月読みの御事はお月様じゃん、いるじゃんね。雷は竹井和地の神、風は竜田の神様、あと水は水はめの神様だったり、仏教的には弁財天だったり、ね、セオリツ姫っていう存在として現れたり、ね、あと女性性の働きとしては宗像三女神とかね、一木島姫とかね、女性性の美しさを表しているわけじゃないですか。稲は豊野家の神様でしょ。ということはこの地球上にある自然界にある神羅万象の働きだったり、自然の生命体を神様の名前で呼んでるだけなんですよね。だからお任せっていうのは神様にお任せするっていうことなんだけど、実際には自然に任せましょうっていう、自然に預けましょうっていう、自然に委ねましょうっていう、こういう話なんだよね。そういう究極の知恵を
我々の日本人の先人たちは神の道という意味で神流れの道ということで神道という世界を作ってくれたんですね。非常に理にかなってますよ。で、神道で表現される暦はだって農耕文化のリズムに全部合ってんだから、種まきとか収穫とかね、だから全部自然と一体になっている考え方なので、それが八百万の神々で元一つっていう理解なんですよ。この知恵があったらもう超ラッキーですよ。で、簡単ですよ。で、ありがたいですよね。で、こういうものを私たち持ってるんですから。で、さらにね、キリスト教は例えばキリストっていう世界ですよね。仏教はお釈迦様っていう世界ですよね。そのお弟子さんもたくさんいるので、いろんな信仰と対象が現れますよね。神道は八百万の神々で800万に満たるような神様なんだけど、それは神羅万象の世界に存在しているものでしょ。だからそれは偶像崇拝的な神の位置づけというよりも現れなんですよね。で、神道でど真ん中に表現されている存在はね、そこの神社で例えばこの花咲くやすみさんをお祭りしてますよ、ご祭神ですよっていう、そういうご神徳とか働きはあるんですよ。しかしこの花咲くやさんはそこにいるわけじゃないんですよ。その神社がこの花咲くやさんをお祭りしてますよ、お守りしてますよ、こういうご神徳ですよって言って、そこのど真ん中にいるのは鏡なんだよね。だからこの花咲くやさんだって鏡だしね、アマテラスさんだって鏡だし、どんな神様の存在も一つの物理次元での象徴としては鏡なんですよ。そしてお参りするでしょ、ねえ、ご挨拶して顔を上げてパッと見ると鏡に自分が映ってるんですよね。あれ神様なんだ、こっちが神様だったんだって話になるじゃないですか。そういうように仕組まれてるんですよ、仕組んでくれてるんですよ。だから鏡という言霊は神様という世界の真ん中に、神の間に我が入って我が入って鏡として位置づけて守られちゃってるんですよね。それで自分が映るでしょ。で、お祈りしたりお参りしたりご挨拶している素直な姿が映ると、あれ自分は神様みたいじゃん、こういう話なんですね。だから800万の八百万は一人一人に全員宿っているよっていう理解なの。だから誰でもいいじゃんっていう理解なの。そういう風な考え方を持っていて、さらにある時気づいたことはね、そうか、こういうことだったんだってある気づきがあったんですよ。神社に行ってお参りしたら、実はね、鏡に映った自分を見て直感的に神様っていうのはこっちなんだと。自分っていう意味じゃないですよ。自分も神様なら、あなたもあなたもあなたも全員人間が神様で、こっちが神様なんだってある時はって気づいたきっかけはね、お参りしてた時に自分の映った姿を見たインスピレーションだったんだけど、その時にね、こっちが神様だって思ったと同時に、本当の神社は体だって気づいたの。だってさ、神社って建物じゃん。これ誰作ったの？人間が作ったんだよね。ということは創造の世界でいうと、クリエーションという創造の世界ね、どんな格式の高い神社も、どんな素晴らしい技術の粋を集めた神社も、それは人類という人間が協力して作ったってことで、神社という建物の親は人間なんだよ。だから根本的に考えると主役は人間なの。それなのにいつしか格式が高すぎて、敷居が高すぎってことになっちゃって、それでね、なんか神社の方が偉くなっちゃった。それはご法度の世界で、そういうのを打ち消すためにも気づいたことは、体が神社だったんだなと。じゃあ体が神社だったら、体という神社の中に入っている神様は心のことだったんだなとふと気づいたんですよ。でそれを象徴するように、神様の神って何て読むの？別の読み方で神って読むでしょ。体は身って書いて何て読むんですか？神。心は神。心身健やかに大切にって言ってることは、
神が健やかに大切にって言ってることと同じじゃない。だから心身ってのは神々ってことだ。じゃあその心身を産んでくれた親は、親戚の心って読んでるよね。親は自分にとって神様ですよね。産んでくれた親神様。こういうことが気づいてくるんですね。でさらに陸上で生命を産み育んでいるエリアというか場所は森なんですよ。鎮守の森。森も真って読むんですよ。真実も真。真真真真って読んでるもの、読ましてるものは神様の道具なんですよね。でこういうことに気づいてきちゃうと、主役がこっちだっていう風に逆転現象になっちゃうので、自分の人生を自分でコーディネートしてデコレーションして思いっきり失敗も怖がらずに生きていくことがとても大切な知恵であるって理解しちゃうじゃん。それなのに今までは自分の物語を生きずに、旦那の物語、神さんの物語、会社の社長の物語、国の物語を生きて、自分の物語を生きれずに犠牲になってきたんですよ。自分が犠牲になって平和なんてありえないですから。だから今までの流れが良しとして、これからは自分の物語を生き、自分の生きがいを生き、自分自身を生きるという究極の生命原理の時代に入っちゃったんですよ。だからね、本当に自分を生きましょうよ、ね、そして自分を生きるためにじゃあ何をやりたいのって、ここにちゃんとやりたいことが感じられてないってひらめいてくるじゃん。ただこれをやっちゃうと常識的にも人間関係的にもちょっとまずい、やばいんじゃないって頭が言ってくるんですよ。頭、マインドが。しかしこの頭は今までの経験値に基づいて、どうした方がいいよ、ああした方がいいよっておせっかいなこと言ってくるんですよ。だからこの頭の世界っていうのをちょっと平らにして、平安にして、まずこっちなんですよ。今の現代人は先に頭を働かせるんですよね。物事が起こった時、そのものを見た時、先に頭でそのものって何って、それっていくらって考えちゃう。それっていくらっていきなり言われちゃったら超寂しい世界ですよ。本当にまず最初にこっちなんですよ。感じてる部分が最初に来て、その感じてる部分を現実に落とすためにどう現実の技術や知恵や特性を使おうかなっていうところで頭を働かせるっていう、この順序の方がピースなんですよ、ね、頭で考えると未来は開きません。だって頭って未来のこと知ってないから、過去の体験と経験に基づいたそのことをストックしてる場所なんですよ。だから過去の経験のレベルから超えることができないんですよ、頭の情報は。しかしハートは未来を知ってます。きっちり右脳と共鳴してますよね。ハートは未来を知ってます。だからハートで響くことを頭を活用させていただいて、どうクリエーションしていくかっていう、そういう人生になると、その人はもう次から次へと扉を開いてくるんですよ、ね、そうするともう進歩進化しまくるんですよね。だからそういうレベルでの生き方にシフトする必要性があるんです。今までは問題とかトラブルを起きないようにしてたでしょ。問題とかトラブルが起きないようにしてたら成長しないですよ、全く。アインシュタインがこういうこと言ったんですよ、ね、これいつも僕講演でほとんど言ってますが、皆さんにぜひ聞いてもらいたいので、一人でも二人でも初めての人がいたら、時間をね、短い時間でも皆さんに伝えていくことがあるんですよ。これアインシュタインがこう言ったんですよ。ある問題を解決するためには、その問題を作り上げた心の在り方や考え方では問題を解決できない。これ究極ですよ。もう一度言いますね。ある問題を解決するためには、環境問題、平和問題、健康問題、その人の個人的な様々な問題、この問題を解決するためには、その問題を作り上げた心の在り方や考え方では問題を解決できない。だから問題、この意味が分かったら、問題は問題にあらずなんですよ。問題とはあなたを、その人を、自分を成長させてくれる肥やしや燃料のようなものなんですね。そして一元性の世界から見ると問題しか見えないんですよ。そ
しかし鶴と亀が滑るという今最も求められている二元性の統合というキーワードから見ると問題だけではなくて問題っていうコインの表の裏には必ず解決がセットになっています。だから問題と解決っていうのは必ずツインとして存在してますから解決できない問題は起こりようがないし起こるはずがないんですね。ということは問題とは解決されることが前提で起こっているのでその問題を解決した時に自分は一つステージを上げるという成長するというとても素敵な体験の世界に誘われることになるんですよ。今の世の中のねあらゆる問題があってその問題を解決できないのはその問題を作り上げた同じレベルで問題を解決しようとしてるからなんです。だから同じレベルで問題を解決しようとしてたら解決にならず対処と対応と対策で終わる。対処と対応と対策は解決につながるかもしれないけどそれ自体は解決ではない。僕も小学生の時に小学生の自分にとって人間関係で重大な問題がありました。それ今解決されてます。成長したからね。だからみんなも皆さんも小学生の時の問題って多かれ少なかれあったと思う。その問題は今ほとんど解決できてるはずですよね。もし解決できてなかったら小学校からほとんど進歩してないっていう状態なんです。だから解決できてるはずなんですよ。これが成長した証でね、これが大事なんですよね。そうなってくると問題は問題にあらずと悟っちゃうので問題が怖くて自分の本当の体験をしないっていう本当の問題の世界から超えるんですよ。問題が怖くて自分の本当の素直な体験ができないってことはそれが問題なんですよ本当にね。アクションを起こしたら行動を起こしたら問題の解決が始まるんだから確実にね。だから問題とかトラブルとかから逃げるような生き方をね、マインドコントロールされてもいたんだけど私たちは選択して問題をなかなか超えられないから成長できにくかったんですよ。しかし問題は問題にあらずっていうふうに気づいたら問題は恐れるなかれ。どんどん問題が発生しても全然 OK 牧場なんだよね。そして今の世の中が問題が山積みってことは僕的に言うとよだれが出ちゃいます。なんでかっていうとこの問題あらゆる問題を解決するためにはその問題一つ一つを解決してる時間もないし労力もないんですよ。一気に問題を解決するためには人類全員が進化するしかない。そこまで来てるからもうこの問題の数から考えると我々は問答無用に進化を余儀なくされてるとこういうことなんですね。だから本当に問題をこらわらずにトラブルを恐れずにやりたい放題ハートに忠実に素直にやっていきましょうよ。そういう話なんです。でこれからの生き方はね三流の生き方は問題から逃げる生き方なんですよ。だから今までの一般的な生き方っていうのはもう超三流の生き方だったんですよ。問題から逃げる生き方トラブルを起こさないように起こらないようにする生き方ね、それは三流の生き方。二流の生き方は問題が起こってその問題を受け入れることができる生き方これが二流なんですよ。これでもなかなかできないですよ。起こった問題を受け入れることができない逃げようとするできればなかったことにしたいっていうのがね、今までの人間の本当の気持ちですから正直で。しかしそれは問題のことが分かってないからそういう意識になってるだけだった。だから二流の生き方は問題を受け入れる生き方、一流の生き方は問題に立ち向かっていく生き方です、ね、これはこれから私たちが楽に楽しく問題に立ち向かうっていうことのキーワードを通してやっていくべきなんだけどでもそれもまだまだ超一流の生き方していきましょう。超一流の生き方はね自らが問題を作る生き方なんですよ。もうここまで行っちゃったらだって問題を作っても解決しちゃう問題も作っても解決しちゃうってで解決しちゃってたらもうやがては解決する問題がないんですよ。そこまで行っちゃったらこの地球はあっという間に綺麗になるでしょうね。お掃除された状態でこういう人間がどんどん増えればもう
免疫力も上がり元気力も上がってもう面白い状態になるんですよね。だからここに覚悟をしましょうって話なんですよ。そして時は夜明けの晩ですよ、ね、人間性の統合ですよ、ね、そして私たちはたくさんのメッセージ聞いてるんですよ今まで、うん、イエス・キリストがお釈迦様が日蓮が空海がそして近代ではマイケル・ジャクソンがジョン・レノンがボン・マーレーが清志郎がね、さまざまな世界からさまざまなメッセージが届けられてきた。それは時には宗教家、時には聖人、時には口伝、またはね、そういうミュージシャン、芸能人、ね、そういう人たちから古今東西メッセージは伝えられてきたはずです。そしてそのメッセージは言い方の違い、表現の違いがあっても根本的には同じなんですよ。そしてそのメッセージはすでに私たちは受け取ってるんですよね。そのバトンはもうキャッチしてるんですよ。だからメッセージを超えた段階が求められていて、メッセージを超えた段階というのはメッセージを受け取って実践していく人たちなんですよ。だからこれからはメッセンジャーいりません。メッセージは受け取ってるから、そのメッセージを通して行動していくメッセンジャーを超えた実践者の段階に来てるんですよ。もうケンゴちゃんはもう実践者やってますからね。そしてこの実践者っていう世界と二元性が統合された世界を合わせて考えると、もう素敵なこと、地球にとっていいこと、自分にとって最高に楽しいことをやるかやらないかっていう世界はもう終わってますよ。やるかするかしかないだろ。自分の物語を生きることをもうやるかやらないかじゃなくてやるかするかしかないんです。そういう二元性の統合の局面に来ているってこと、これがまず大事なんです。そしてさらにその二元性の統合を実践していく、もっと極論言っちゃうと自分の物語を生きていくっていうこのタイミングに、ね、なってきたということも含めてね、時間軸から考えるとものすごい時間が早くなってきてます。わかるでしょね、これは僕は時間の、ね、ことすごい詳しい一人なので、前歴とかさまざまな暦というレベルではなくて、そういうレベルではなくて、その暦を超えたリズムとテンポと本当の時間っていうことのお話をさせてもらいますがね、時間はどんどん早くなってるんですよ。だってついこの前明けましておめでとうございます言ったばっかりだよ。ついこの前僕逮捕されたばっかりだよ。もう1年経っちゃうの。まだ決着ついてませんがね、とことんやりますがね、このぐらいもう早くなってきてるんですよ時間軸。それは時間っていうのは螺旋のごとく早くなってきてるんですね。例えば個人の単体の時間ね、20代の時より30代40代って早いんですよ。4歳5歳ぐらい物心ついたあたりぐらいの時の、ね、感覚を思い出してみると、4軒先の駄菓子屋、僕は世界の果てだと思ってました。遠いな、あそこまで行けるのかなってちっちゃい時、さらに1日がものすごい長い、そう思ってました。今はもう日本も狭い、世界も狭い、だから宇宙にぶっ飛んじゃってる。でさらに時間が早い、もうあっという間に過ぎちゃう、そういう状態ですよ。だから極論言っちゃうとね、早く一刻も早く自分自身の物語を始めないと死んじゃうよ、もう。本当にもうすぐ老後だから。老後で自分の好きなことやるってそんな変な話ないでしょ。今ここで始めないと自分の物語はね、老後なんて関係ないから、いつまでも現役でいたいわけじゃないですか。ただ年取るだけでね、ね、でこういう話なんですよ。でちょっと飛んだ話をすると、私たちはね、物事をどう捉えてるかっていうことによって集合意識として3次元の決まり事を決定してるっていう、実は物理学を超えた世界があるんですよ。で私たちは年とともに老化していく、老けていくっていう概念が畳み込まれてるんですよ。もしこの大概念がひっくり返ったらどう？全員が年とともに若返るっていう概念にね、シフトしたらどう？そういう現実が生まれるんですよ。
だから思いと言葉と行動っていう三位一体が大事なんですよ。思った通りに言葉を発し、その言葉通りにできるだけ忠実に行いという動きにつながっていったら、思いと言葉と行動、これ三位一体になってるじゃん。この思いと言葉と行動が三位一体になってる人のことを御言葉って言ったんですよ。3つのことが1つになってるから御言葉って、御言葉って、それが御言葉に通じ、それは命って意味になってくるんですよ。だから思ったことを言葉として行動に移していかないと命につながらないっていう、こういう昔の人たちの知恵なんですね。そして思ってるんだけど違うこと言って行動も全然バラバラってなってたら、思いと言葉と行動がバラバラでしょ。こういう人のことをお前ちょっと三つどもえになってない、三つどもないって言ってたんですよ。三位一体になってないっていうね。こういう親父ギャグのようなね、宇宙ダジャレのような母音言語になってんですよ全部。だからそういうことも含めて私たちは本当の行動をしていくっていうことも含めてね、大事な局面を迎えています。そして今回は岩扉き、岩扉きというのは音開きなんですよ。そして夜明けの朝開きなんですよ。だからこそ今回の岩扉きは朝を開いていくことだし、朝を活用していくことだし、そして音を開いていくことだし、そして岩戸を開いて本当の女神の復活なんですよ。今回の女神の復活はね、どういう復活かお伝えしますね。神道という神話で天の岩戸神話というのがあって、ここで岩戸開きという物語がありました。皆さんよく知ってますよね。太陽神である天照大神という女神様が男性原理の暴走によって乱暴者みたいな、もういいやこんなガサツな世界って、気持ちよくないし美しくないしって言って引きこもりになっちゃったんですよ、だからアマテラスは引きこもりだっただけなんですよね。それで岩戸の中に入っちゃった。そうしたら太陽神だから真っ暗闇になっちゃった。困った八百万の神々が集まってどうする、ああするって相談を始めるんだけども、神々は一人一人がアーティストなので、なんか難しい相談ではなくて、なんかある人が音を出してきちゃったんですね。そしたらそれに乗って節が作られて、なんか真珠になってきちゃったんですよ。だから闇という漢字は門の中に音が入ってるじゃん。でこの音を出すことによって門というスターゲートになって、そこに鳥がいるっていう意味での鳥居を入れると開くんだでしょう。でね、ちょっと話逸れるかもしれないけど、寝坊する鳥と会ったことある人います？または鳥が寝坊するっていう話を聞いたことある人います？寝坊する鳥っていうのはね、この地球上に絶対いないんです。断言します。僕自身あまり言霊的に絶対っていう言葉使わないんですが、あえて今使います。寝坊する鳥は絶対いません。なんでかというと、鳥はね、動物という生命体の中で一番早く起きてやる仕事があるんです。この仕事とはね、朝日が上がる前から動物の中で一番早く起きて、そしてチュンチュン、ピーチク、パーチクって鳴くんですよ。そうするとその鳴き声がまだ寝ている人間や他の動物の耳に入って、細胞に入ってパルスとして信号として送られて、朝ですよっていう優しい鳥の声の実は目覚まし時計なんですよ。鳥の声という目覚まし時計で目覚めた人は一日がハッピーでラッキーになるんですよ。気持ちいいもんだって、チュンチュンパーチクピーチクって泣いてるところで起きたら、うわー今日も一日最高じゃんって思うじゃん、ね、だから全ての他の動物という生命に、動物だけじゃないかもしれないけども、朝ですよっていう目覚めの調べを送る仕事が鳥の仕事なので、寝坊できないんですよ、ね、早いんだから、パン屋さんより魚屋さんより何にも増して一番早いんだからね。夜明けの晩から起きてるんだから。だから鳥が鳴くってことは朝が来るっていうイメージがあって、朝っていうのはモーニングの朝でもあるから夜が明けたっていうイメージになり、その鳥がいるっていう意味で鳥居を入れることによって朝開きっていう、そういう解釈がなされてるんですよ。
ね、だから最初に音出し、そしてその音に乗って、乗り手に乗って、節回しに乗って、そしてやがては神事になって、乗り手が掃除をされるんですよ。そして乗り手を掃除した神様もいましてね、その普通の大払いの乗り手ではなくて、ある一二三乗り手という乗り手が掃除されるんだけど、この一二三乗り手の意味はね、ひふみよいむなやこと、これは数の意味だけど、ひふみのりとはひふみよいむなやこともちろらねしきるいつらんそうたくねかおいにさりえてのますあせほれけっていう48音のマントラなんですが、この意味とひふみよいむなやことっていうね、数の意味は根幹で共通性があるんだけど、古代のヘブライ語でも数の数え方を発音がちょっと違いますよね。てふみひょいふなひゃこうとって言うんですよ、古代のヘブライ語でも。その意味は、誰がその麗しみを出すのやら、いざないにいかなる言葉をかけるやらっていう意味なんですよ。だから引きこもったアマテラス、女神の存在を岩屋から出す意味になってるんですよ。それが古代のヘブライ語でも表現されてるし、日本語でも表現されてる。そういうマントラを唱えながら、さらに神事から神楽、最後には宴会になっちゃうんですよ。宴会になった時に、アマテラス大神はね、ある音を聞いて岩屋から出る決断をするんですよ。そのある音とは、宴会になった時にはもう神事も終わって、神楽も終わって、そして雨のうずめという巫女さんがちぶさを出して、エロチックな踊りでみんなの男性心のエネルギーのテンション上げちゃったんですよ。だからみんな追っ立っちゃった状態ね。だからエネルギーがもうバチーンと上に上がっちゃった状態になって、大宴会に入ってったら、飲めや歌えのもうすごい宴なんですよ。そうしたら神々の中から笑い声が起こったと。アマテラスさんはその笑い声に響いて岩屋から出るという決断をしたんですよ。笑う角には福来たる。だからこの笑い声こそが人間の音の中である意味最も崇高な音なので、この音が出たら世の中は平和になったという証だから、うん、私が出ていきましょうっていう、こういう決断になるんですよね。だから大切な天の岩戸神話の世界の中に一つの知恵が隠されてるんですよ。そしてさらにお話を進めていくとね、今回の岩戸開きはアマテラスさんはもう出ているんですよ。誰が出てくるの？どんな存在が今回の岩戸開きの奥の院から出てくるの？それはアマテラスさんも出てきている、さまざまな女神という神様が出てきているので、今回の岩戸開きで出てくる存在というかエネルギーは、三次元の世界に存在している女性性の働きがまだお隠れになってるんですよ。だから三次元の世界に存在している女性性の働きが今回岩戸開きと称して出てくるんですよ。だから一人一人の女性が本当に美しく健康で本当の周波数を奏でるっていう意味での岩戸開き、すなわち岩戸開きとは音開きなの、本当の音が出る、そういう時代なんです。本当の音とは本音なんですよ。だから女性陣が本音を言っていくこと、原発ってちょっと怖いと思います、私たちは必要ないと思います。反対と賛成っていうレベルではなくて、もちろん反対と賛成っていう世界で言ったら反対ですよっていう表明するのももちろん当然なんですけども、これはそもそも不必要なものだと思います。私たち女性や子供にとって何のねいいところがないということをどん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 女性人たちが言ったとしたら、原発止まると思いませんか？だってね、政治家でもね、女の人が怖いんですから。ヤクザの親分でも一番怖いのは何々組のね、対立してる存在じゃなくて自分の神さんなんですよ、大体ね、一番怖いんだから。だから神さんが、女性が本当のことを言い出したら、
最終的にはちょっと待ってよって男たちは微調整が入るんだけども、ね、本当のより良い社会に行くんですよ。そしてそれはね、この地球上での生命原理が象徴してます。どんなに威張っている男の人でも、ヤクザの親分でも、大統領でも、全ては女性から生まれてきてるんですよね。参道を通ってお宮様から出てきてるんですよ。だからそういうことを分かっているヤクザの親分とかね、右翼のトップの人たちは神社にお参りすることをね、欠かさないですよね。潜在的に分かってるんですよ。だからみんなそういう風に気づいてて感じてて分かってるんだから、あとは真打ち登場っていう意味で女性性の働きがどんどん出ていけば、そして私たち男性は女性性の働きが出やすいように、出るようにお守り、ね、コーディネートさせていただければ、本当に今までの男性原理から女性原理に振って変わってくるんですよね。そういう時代を迎えたっていうことを皆さんと共有したいし、だから本音の時代、本当の時代、本質の時代がやってきた。それと同時にね、あっという間にもう時間過ぎていきそうですから、ね、この時間のこともちゃんと取り入れて、今はまだ出せないっていうのは今まで通用してた。だけども2013年になる、こういうタイミングですから、今出さなかったらいつ出すのっていう意味で、時間軸もそういう時が来たよっていうことを教えてくれてるんですよ。30年前の1日、そして現代の1日、時計の動きで見ると同じ24時間です。しかし密度が全然違う。30年前の24時間が1日としての24時間だとしたら、30年経った今現在の1日は30年前の24時間に当てはめると、もう8時間を切ってます。3分の1以下の時間軸なんですよ。こうやって時間って柔軟なんですよ。だってね、嫌なことをやってるとすごく長く感じるんですよ。無我夢中になってると時間っていうのは一瞬なんですよ。時計の時間で確認できたとしてもね、私たちは感覚っていう時間軸の中では本当にね、楽しい時間はあっという間に過ぎるし、嫌な時間は長いっていう体験と経験してるじゃん。だからね、時間が直線的って誰が決めたの？そうじゃないよ。時間っていうのは非常に柔軟な世界で、前はインカの人たちと触れた時に僕時間のキーワードを教えてもらったんだけど、彼らたちは時間を切ってくっつけて曲げて球体にして揉んで造形してるんですよ、ね、意味わかります？一人一人違う時間を同時に生きれてるから、どういう時間の過ごし方かっていうのがとても大事なんですよ、ね、そして今っていう瞬間は二度と帰ってきませんよ。お金は多少ね、借金作って自分の元から消えたとしてもやがて帰ってくるかもしれないよ。しかし時間だけは取り戻せないんですよ。だから最も貴重で二度と帰ってこないこの時間を、自分がどう自分の計画に基づき、設計図に基づき、楽しくコーディネートデコレーションするかっていうのはとてもすごい知恵だよ。そしたらお金以上にその時間をもしクリエーションできたとしたら、豊かでハッピーになれたとしたら、これはすごい状態になるよ、ね、そしてね、今は昔30年ぐらい前の時間からいくと3分の1ぐらいって言いましたが、これはどういうことかっていうとね、一人一人の時間がどん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 早くなってきてる。だから20歳より30歳、30歳より40歳、40歳より50歳で、50歳を切ったら、あ、もうラストスパートですから、あっという間に30年ですからね。そういう状態、そういう一人一人の時間軸の過ぎ方っていうことも含めて、あとは集合意識としての時間、これは例えば明治維新の時、坂本龍馬が勝海舟に会いに行くまで何日かかったんでしょうか。歩いて行って、馬に乗って行って、車ないから何日もかかったんですよ。何日もかかって会って打ち合わせして次のアクションを起こすまでは何日後なんですよ。今は数時間で行けちゃうじゃん。そして数時間で行ってその人と打ち合わせしたら次のアクションっていうのはもうすぐ始まるよね。そういう流れでどん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 物事も早くなってきてるんですよ。さらに地球の裏側まで
もう一瞬でメールで自分の気持ちが届くんですよ。そしたらレスポンスが返ってくるのがすぐじゃん。そう考えたらもう時間の密度がどん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 濃くなってきているので、情報量から考えても30年前とはもうレベルもラベルも違う、こういう時間軸になってるんですよ。だからこの早回しの時間軸をどう生きるかってことは永遠の今の中に入り込むしかない。しかし現代人は過去の後悔と未来の不安で今っていう瞬間を使ってるんですよ。もったいないじゃないですか。今っていう瞬間は今っていう瞬間を楽しむために、経験するために与えられてるはずなのに、過去の後悔と未来の不安に使っちゃってると。これは本来ありえない世界。そして過去とはどこにあるのか、未来とはどこにあるのか、それは今っていう瞬間の中に全てあるんですよ。僕らは今にしか生きれません。これは究極的なお話です。明日に生きることはできない、昨日に帰ることもできない、明日はいつまで経っても明日、昨日に生きることはできない。だからもう無条件に今ここを生きてるんですよ。そういう今ここを生きてるっていう時間軸を知るならば、過去の後悔とか未来の不安に苛まれる必要性はない。今っていう瞬間が本当に楽しんでいれてたとしたら、過去にどんな辛いことがあっても、過去にどんな後悔があっても、今がもし本当に自分の素直な気持ちとして楽しかったら、それは過去の後悔と失敗が喜びに変わってるってこと。そして未来っていうのは今っていう瞬間の中に種として存在してるんですよ。だから今っていう瞬間を楽しく生きたら、今っていう瞬間にある未来の種に栄養と水を注ぐことになるので、未来は開かれていくんですよ。今を悔やんでたら未来はお先真っ暗なんですよ。どんなことが起こってもですよ、ね、だから何があるから私はしょげてるってことはあるかもしれないけども、それは自分が確実に引き寄せてる、自分にとって必要な経験と体験だから、それを体験せっていうことで状況が生まれたんだ。我々は地球に何しに来てるか知ってる？もちろん個人的にはいろいろあるよ。絵を描きに来たとか喜びに来たとかね、いろいろあるよ。しかし共通のこととして言うならば、私たちは地球という世界に肉体があるがゆえに、肉体を通した体験と経験をしに来てるんですよ。おいしいとか痛いとか暑いとか寒いとか、だから五感と第六感が存在していて、この五感と第六感がさまざまな感覚と感じをね、自分に呼び起こしてくれてるんですよ。だから私たちはこの地球に肉体を持って経験と体験をしに来てるんですよ。じゃあ何を経験しに来てるの？何を体験しに来てるの？あなたを、自分を、私を体験しに来てるんですよ。私を体験しに来てるんだとしたら、私が私でないと、私が誰かの物語をやったら私の体験はできませんから。だから一刻も早く私の体験を、自分の体験をするためにも自分の物語を生きるという、そういう局面になってきてるんですね。でさらにちょっとだけ縄文時代のお話をすると、実は縄文時代ってとんでもない長い時代続いてるんですよ。何万年も。なんでそんなに続いたのって。今の文明はたった数百年でもう終わろうとしてるんですよ。もしかしたら終わっちゃうかもしれない世界もあるんですよ。もちろん続いていく世界もいっぱいありますが、しかしね、たった数百年で終わろうとしている現代文明と、縄文時代のように数万年も続いている文明と、どっちが豊かなの？どっちが進化してるの？もちろん物は溢れてるよ、今の現代は。そして今の現代的に合うテクノロジーもあるよ。しかし今の現代的なテクノロジーのほとんどが実はいらないものばっかりですから、 90% 以上はいらないね、いらないもののためにね、やりたくないことをしてるんですから終わってんじゃん、そんなね。縄文時代は必要なものしかないし、本当に必要なものが必要なだけ必要な時に訪れるようになってるんですよ。そして縄文時代はなんでこんなに長く続いたかね、これは前回もちらっと話してますが、今日初めての人もいるのでキーワードだけお話しますが、縄文人はね、自分の好きなこと、得意なこと、興味のあること以外やらなかったから、
やっちゃダメですよ。自分の嫌いなことはね、自分の不得意なことは、これやったら不調和になりますから。これはどういうことかっていうと、僕の好きなことは誰かの嫌いなこと、僕の得意なことは誰かの不得意なこと、誰かの興味のあることは僕の興味のないことなんですよ。みんな違うんです、ちょっとずつ。だから自分の好きなこと、興味の尽きないこと、自分の得意なことをやれば、それが仕事となって、それが必要な誰かがいるから、仕事を通して誰かが助かりました、ありがとう、いい話聞きましたってなれば、本当にありがとうってなるんですよ。だから自分の得意なこと、興味の尽きないこと、自分の好きなこと以外やっちゃダメだったんです。それなのに今までの教育はね、えやってきちゃったんですよ。不得意なところを直そうと、うん、増えてを直そうと、こんなことしちゃダメなんですよ。だって自分の不得意なところは誰かの得意なことでしょ。その誰かの得意なことが誰かの仕事になるんですよ。そしたら自分のその不得意なところを直したら、その人の仕事を奪っていることになりませんか。そういう全体から見ると変なことをやってきたんですよ。でさらにね、子供が学校から帰ってきて、なんか学校から帰ってる途中に昆虫見ちゃったりとか、円盤見ちゃったりとか、不思議な体験をしちゃって、インスピレーションがガンガン来ちゃったね、絵を描いとこうとか思って絵を描いて、そしたらたまたまお父さんかお母さんが通って、お前学校から帰ってきたのか、なんだお前絵を描いて、先に勉強やれよって言われたらどうよ。終わってるよこれもう。だって僕はあるインスピレーションが来て絵を描いてるんだよ、または僕は、私は勉強が嫌いだから絵が大好きだから絵を描いてるんだよ、そしてその絵を描いてる時に、大好きな絵を描いてる時にお父さんお母さんが来てね、お前絵をやめて勉強しろって言ったら、子供からしたら全くわからないからね、意味が。なんでって、なんで大好きなお父さんとお母さんが僕自身が大好きな絵を描いちゃダメだって言うのって、僕は勉強嫌いなんだよ、宿題はあるかもしれないけど、それは学校の先生が言うことじゃお父さんお母さんって、なんでお父さんお母さんまで学校の先生と結託して僕の嫌なことをさせようとするの、解釈できないから。そうするとどうなるかって言ったら、そうか、お父さんお母さんは僕のことが嫌いなんだと口で何度言っても、そして挙句の果てに僕なんか生まれてこなければよかったって結論付けちゃうよ本当に。そうしたら引きこもりになったりねえするわけじゃん。そういうの山ほどいるんだね。なんという仕打ちをしてきたのか。親だったら、いいよお前絵が好きだったらとことん描いてけよ、勉強やんなくてもいいよ、先生が言ったら父ちゃん言ってあげるから、ちゃんと説明してあげるから、本当に真っ向から僕だったら行きますよ、もうガンガン父ちゃんとして先生と、いやうちの子ね、うん、ごめんなさい勉強嫌いなんだって、だけど他の生徒がいるから、なるべくそこのバランスはね、義務教育だから親としてと、ね、取らせようとお話しするけども、親として子どもの気持ちを尊重したいので、その子どもの気持ちも含めて親として、うん、先生とディスカッションしに来たんだよって、思いっきり本気でいきましょうよそこは。そうしたら先生の方が折れますから確実に、ね、そしたら先生が学んじゃうんだから、あ、そうだったんだ、こういう親もいてこういう局面もあるんだな。だって全員が同じ勉強やって同じ優秀な世界のに入ったら、それって競争ですよ。競争って言い方変えると、自分が失敗したら周りの友達が手を叩いて喜ぶ世界ですよ。そんな世界に息子や娘入れたくないですからね。だからその人の才能を伸ばすっていうね、そういう教育にしないと。だから自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分の興味の尽きないことをやればいいんですよ。極論言っちゃったらそれ以外やらなくてもいいんですよ。それをやってたのが縄文人なんですよ。では自分の得意なこと、興味の尽きないことね、自分の大好きなことをやったらどうなると思います？やったことあると思うよみんな。そしたらね、没頭するんですよ。好きなことだから、得意なことだから、不得意なことは嫌いなことは没頭できないんですよ。没頭できないとその先に行けないの。じゃあ没頭したらその先は無が夢中になるんですよ。無が夢中になったらどうなると思います？時間を問答無用に超えちゃいます。だから無が夢中になってしばらく、そして現実に引き戻されて、はっ
って気づいて時計を見ると、え、もうこんな時間経ってたの、または全く時間経ってないじゃん。だから今までの直線的な時間の概念を超える経験なんですよ、無我夢中になるということはね。だから無我夢中になりたいもん。そして今現代社会はね、無我夢中になっても現実に引き戻されちゃうから無我夢中が継続しないよ。しかし縄文人はね、自分の好きなことと得意なことと興味の尽きないこと以外やらなかったわけだから、全員が無我夢中になっているから引き戻される現実がある。無我夢中の現実なんですよ。だから引き戻されないんですよ。すなわちずっと無我夢中なんですよ。ずっと、それも全員が無我夢中だったら、今日は何月何日で何時何分って知ってる人が一人もいないんですよ。だから時間を超えて時間がずっと続いていくんですよ、永遠の時間軸のように。これがマヤインカのある一部族が2012年の12月21日をもってカレンダーがなくなるよって言った真実の知恵なんですよ。カレンダーいらなくなりますから、もう極論言っちゃうと、究極的には。なんでかって言ったら、全員が大地とつながって天に思いを馳せて、自分の才能をね、特性をアート性をね、ちゃんと尊重して好きなことやって無我夢中になってたらね、全員が大地とつながってるわけでしょ。そしたらこの大地は、自然は、春には春の花、夏には夏の花、秋には秋の花が咲くようになってるもん。そしたら別に具体的なカレンダーみたいな数字の暦で追わなくても、体温で、ね、気温で、自然の彩りの変化で、ね、今だったら紅葉じゃん、春だったら、ね、桜じゃん、それで日本列島が自然が衣装を変えてくれてるんですよ。その中に稲作とか農作物とか人間の生活が溶け込んでるんだから、大体分かっちゃうじゃん、何月何日ぐらいかっていうことが、ね、さらに、ね、日本は夏至と冬至と春分と秋分があって、あとは立夏、立冬、立春、立秋があるんですよ。それで大体分かっちゃうじゃん。そして朝太陽が出たら朝だし、ね、沈んだらもう夜の世界ですから、決め事の世界に入るんですよ、エッチな世界に入るんですよ。そういうちゃんとメリハリができていたはずなんですよね。だからそういうところに立ち返れば、カレンダーいらないから、時間を超えるから、それがマヤインカの人たちが言ってる世界なんですよね。だから自分の物語を生き、自分自身を生き、自分の生きがいを生きながら、さらに自分の好きなこと、得意なこと、興味の尽きないことを思いっきりやらせてもらいましょうよ。そうしたら誰だって産んでくれてありがとうってならない？だって親は言うよ、感謝しなさい、できっこない、うん、嫌なことをやらされて感謝なんてできてたら成人君主で成長なんかいらないじゃん、ね、そうじゃなくて、嫌なことをやらしてやって感謝できるような状態になったらそれはいいけども、まだそこまでいってない。まずは自分の得意なことや好きなことやね、本当に興味のあることをさせてもらって、それで自分が感激したり感動したり実感したり、そしてその特性を通して誰か他人様が、友達が、家族が喜んでくれたら、こんな素敵なことはないから、生まれてきてよかった、産んでくれてありがとうって本当に心から奏でられるし言えるし、そうしたらその人は感謝のフィールドに包まれてるから、もう天国にいる状態なんですよね。感謝しなさいって言われるまでもなく、自分からどんどん感謝してるわけですからね。こういう世の中にならないと本当の平和にならないんですよね。だそういうことも含めて、私たち日本人の中には未来を開く鍵持ってるし、ね、そして言葉の中に言霊として本当にヒントが隠されてるんですよ、ね、日本語って面白くてね、母音言語ですから一字でわかるんですよ。例えばあって言ったら、これは原初の音だし、ありがとうのあだし、愛してるのあだし、朝のあなんですよ。だからこのあの音は、さまざまないかついものとかがさつなものとか、そういうものを中和する特性があるということを覚えておいて。だからあって言うとありがとうでしょ、愛してるでしょ。だからあの音を言えばね、本当に和むんですよ。だから戦いに戦っていたら終わりなんですよ。戦いを
優しいエネルギーで抱きまえらせる包括的な女性の受容性が大事なんですよ。その時に戦いに青をつけると何になる？温かいになるんですよ。温かいの温かいになっちゃうの。青をつけただけで。ねえ、こういうところにヒントがいっぱいあるんですよ。あ、いのいって言ったら命のい、いずるい。ねえ、これはあが原初だとしたら原初のものが動いていく様なんですよ、ね、こうやって一時一時に全部意味があるんです。これは理屈、つまり説得と納得を超えたね、響きなんですよ。赤ちゃんが最初に覚える、ね、そういう響きなんですよ。響きっていうのはかなりアナログな言葉なんですよ。この響きを持っている言語はこの地球上では母の音の言葉と書いた母音言語ですから。そして日本語も母音言語、先住民の使っている言葉も母音言語、古代の大和言葉も先住民の神代の言葉も母音言語、宇宙人の使っている言葉も母音言語なんですよ。だから母音言語は本当に響きなんだよ、ね、母音言語ではない言語っていうのはもちろん響きも持ってますが、どちらかというと説得と納得の言葉なんですよね。だけど日本語っていうのはもちろん説得することも納得することもできますが、全てこう循環していくことによって、まあ、なんだか良くなってきちゃって、なんだかもうつながってきちゃってっていう意味での納得なんですよね。だからそういう意味で日本語っていうのは大和言葉っていうのは大切であるから、言霊の咲き生えたまう国、ね、自分の素直な言葉や綺麗な言葉や本当に美しい言葉、アートの言葉を使うとその言葉は返ってくるんですね。ただね、言の葉というように言葉は諸刃の剣なんですよ。だから本当の気持ちを伝えることもできるんだけど、本当の気持ちを隠すこともできるんですね、両方。だからその本当の気持ちを伝えるためにも、この真実の言霊、言葉を発していく、これとても重要なことなんです。先住民の言葉、僕もよく講演でね、説明させてもらってますけど、今日もう一度言霊のねお話なので、おさらいも含めてね、先住民の使ってる言葉、この先住民の使ってる言葉はね、全部母音言語です。そして日本語も母音言語でしょ。これは先住民の使ってる言葉と日本語という形で今分けられてますが、根っこは母音言語というフィールドで同じなので、現代の先住民の言葉とか先住民を表現する部族の名前なんかはほとんど日本語がなまったような状態になっているので、日本語で解釈できるんですよ。例えばね、ハンガリーのフン族、塩のことをショっていう表現しますね。水のことをミジュ、こういう発音で表現します。ほとんど同じでしょ。オーストラリアのアボリジン、ニュージーランドのマオリ族、鶏の鳴き声コケコゴって表現するんですよ。僕らと同じように西洋ではクックドゥールドゥ、聞こえる人クックドゥールドゥ逆立ちしても聞こえないよね。やっぱコケコッコだよね。だからやっぱ脳の構造が違う、喋る言語も違うから骨格も違う。そうすると耳というレベルでの音の受け取り方が少し違うんですよね。例えば夏にセミが鳴いてますよね。日本人でセミをうるさいと思う人は基本的にいないんですよ。もしうるさいと思う人がこの中にいたら、それはちょっと西洋的になってるか、大陸的になってるか、または外国の生活が長いバイリンか、こういう話なんですよ。で、ある外国人の人が日本に来た時、セミの鳴き声がうるさいって言うんですよね。私たち日本人の感覚で言うと、セミは鳴いてて音としてはものすごく合唱してるじゃん。しかしそれが BGM として捉えられるんですよ。つまり夏にそうめん食べるときセミが鳴いてた方が美味しくないですか？だから日本人の感覚っていうのはそうめんだけ食べてるんじゃなくて、そのシチュエーションまで一緒に食べてる。だからおむすびはね、山にハイキング行って食べた方が美味しいんですよ。あれはおむすびだけを食べてるんじゃなくて、そのシチュエーションも一緒に食べてる、大気も食べてる、そしてお腹が極度に
心地よく減ってくから美味しく感じるっていう特性もあるでしょうが、こういう話なんですよね。だから日本人の感性はその言葉でも出てるっていう意味で母音言語は響きっていう解釈につながってるんです。さらに母音言語の話をしていくと、ネイティブアメリカン、ほとんど日本語だからね、なまってるだけで。部族の名前言ってきますよ。アルイテ族なんじゃそのまんまじゃん。伝承を調べると、自分たちの先祖はベーリング海峡を歩いて渡ってきた。ねえ、すごいよね。タスカローラ族、人々を助けて歩いた伝説の部族。タマウリペック族、長玉を売り歩いてた部族。アナサジインディア、穴に住んでさじ加減がものすごい自分です。おさげ族、みんな三つ編みにしてます。色恋族、色恋に全力投球本当ですよ。もう朝から晩までもう誰とデートするか、どの人とお茶会するかとか、そんなことばっかり考えて、そのために化粧したり装飾したりしてるんですよ。色恋に全力投球。アパッチインディア、勇敢な部族で有名なんだけど、アッパレがアパッチに転化してきた。ナバホインディアンの古い言葉調べたら、遠いところアッチャ、近いところこっちゃ、自分のことなんじゃ、あっちこっちなんじっていう。全く日本語でしょ。アフリカに飛びます。ドゴン族のある種の一グループも古い言葉で遠いところあっち、近いところこっちって言うんですよね。ピグミ、アフリカの140センチぐらいのピグミー族、このピグミー族は言語を300ぐらいしか持たないって言ってます。300っていう言語がものすごい少ないの分かる？1から300まで数えただけで300種類ですよ。ものすごい少ないじゃん。で、300種類という少ない言語でコミュニケーションしている彼らの300種類の言語の意味を日本語でね、表していくと、単純な言葉しかないんですよ。よう、元気、おはよう、おやすみ、ありがとう、おいしいね、大好きだよ、こういう言葉しかないんですよ。単純だよね。つまり説得と納得の言葉がないんだよね。日本人は説得と納得の言葉がいっぱいあって、僕も今言ってますが、さらに言葉だけではなくて、説得と納得のためにお金と時間と労力を費やしてる。裁判所いっぱい、警察いっぱい、どうでもいい世界にお金と時間と労力が費やされてるんですよ。自然界に説得と納得はないですよ。例えば熊の悩みを聞いてるキリンとか、トラの失恋を聞いてるライオンとか、ありえないでしょ。だから説得納得はない。そして先住民の言葉や母音言語は本来響きなんですよ。でこういうね、知恵を持っている日本人というのはものすごく面白いんですよね。でその面白さを出していこうよ、こういう話なんですよ。そしてね、これからさらに未来を開くっていうキーワードの話になっていきますが、私たちはね、食は命としてね、物を命をいただいてますよね。そしてその食が今本当にバランス崩れている、ね、もう添加物バリバリ、農薬バリバリ、こういったものを食べざるを得ないような状況になっていて、農薬使用量っていう話で言ったら日本がトップですからね。どれだけ農薬にまみれてるか、添加物にまみれてるか、それ食っていうレベル。さらに着るものっていうレベルでね、さっき言ってくれてたけど、綿花っていうのを効率よく収穫するためには枯葉剤にとほとんど等しい農薬をたくさんまかないと、綿っていう植物は大量にコンスタントに収穫できないんですよ。だから年間の農薬使用量の約1/4、 25% が綿栽培に使われているということは、綿を切るということは経費から農薬を食べているってことなんですよ。でさらにそれが
女性陣にとっては最も大切な秘められる部分なんかな、生理体とかナプキンとかね、そういう状態でもし農薬や添加物が入ったら経皮毒という形で体内に口から入る以上に場合によっては入っちゃうんですよ。すごい話じゃない？でさらにダメ押し、口から有害物バリバリ入れられて、皮膚から有害物質バリバリ入ってきて、さらにそういう人間が住むお家からガンガン、ね、発がん性物質のものが出てきてるんですよ。とどめは原発ですよね、放射能ですよね。こういう状態なんですよ。だから私たちは人口削減計画の、ね、主役になっちゃってるんですよ ね。これはもう一刻も早くこの世界から脱出する必要性がある。そこで登場した救世主が古くて新しい日本古来からある縄文時代から人類を支えてくれた麻という植物なんですよ。この麻という植物から作られた、ね、服を着るならば農薬いらないわけですから、化学物質入ってないわけですから、そして高温多湿のアジア人にとっては最も理にかなった繊維が麻という大麻草の繊維だっていうことが、もう中国の研究でも、ね、科学的かつ医学的なレベルで分かってるわけですから、だからどんどん麻を着てったらいいんですよ。中国では麻の繊維は第二の皮膚っていうキャッチフレーズですからね。もう皮膚なんですよ、ね、それと麻の実、これを食べることによって胃と腸の調整をしてくれて、血液をサラサラに流してね、デトックス効果が高いわけですよ。だから多少ね、いくらオーガニックに気をつけても大気中からいろんな成分入ってくるんですよ。それを体外に出したいじゃないですか。そういう意味で循環植物である一年草のこの麻からできた種を作ること、使うことで活用させてもらうことでね、本当に健康に貢献するんですよ。そしてさらに今日もね、食材として活用されている麻摘み、この麻摘みは本当にデトックス効果が高く胃と腸を調整してくれますのでね、こういう食をどん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 取り入れることによって、麻のある暮らしをすることによって現代に蔓延している環境的に悪いもの、健康的に有害なもの、こういうものの影響をできるだけ少なくね、することができるんですよ。それに伴って自分の本当にしたいことをするならば循環が始まります。そうすることによって何を活用するまでもなく、そういう生き方自体がデトックス作用のある生き方になり、有害なものを受け取りにくい生き方になるんですよ。逆に言うとね、自分がやりたいことがあるのにそれを心の中に押し込めて悶々として生きてたら出ないわけじゃん。そしたらデトックスしないよね、循環しないよね。で、それで悩んでたらもっと悶々として健康的にも環境的にもあんまり良くないよね。だからそういう状態になるんですよ。したがって自分の生き方をしてね、自分の生きがいを生きてね、そして朝のある暮らしをしてね、ね、そして本物の、ね、お米とかお酒とかさまざまなものを食べれば、本当にこれはね、今のいくら環境健康が悪くなった世の中でもしっかりと大地に根付きながら、ね、健康で生きていくことは可能なんですよ。だから食という世界での食育は最も大切な一つの柱です。で、食という食べるという感じはね、人をまたは内を良くするとね、当たり前にみんな知ってることだと思いますが、良くすると書きますから、だから食は命なんですよ。これが一つの柱。もう一つの柱は性なんです、ね、性と食が二本柱ですから、私たちは男性と女性のマグアイという性によってこの地球上に出現し、出現した私たちは食によって育まれてるんですよ。だから生命原理からすると性と食というのは大切な二本柱で、しかしその性と食というのは現代社会において最もバランスが崩れているもの、ね、こういうことから考えて本当の性と食を
原点回避に基づいてね、もう一度取り戻していきましょう、こういう話につながる。これでないと未来は開かないんですよ。そういう部分で性の話をね、少しだけさせてもらうと、これは朝から気づいたことなんですよ。朝から調子がいいんですよって話と連動するんだけど、朝から気づいたことなんですが、朝という植物、大麻という植物、これはね、オスとメスとイカブなんです。オス株とメス株があるんです。男と女があるんです。知ってました？大麻という植物に男と女があるのは。ちゃんと知っといてくださいね。そして世界中の植物の中で男と女と明確に分かれている植物は約 4% しかないです。世界の植物のたった 4% が男と女と分かれているっていう植物なんですよ。その中で種の段階で男か女か全く見分けがあんまりつかないと。そして幼内期、まだ成長しきる前の時にも君なのかちゃんなのかわからないんですよ。よく見ればわかりますよ、枝の股のところ、ね、だからお子さんも赤ちゃんも君なのかちゃんなのかわからないよね。ファッションでなんとなくわかるよ。しかし男の子なのにリボンしてる子もいるからね、わからないんですよ。股を見ればついてるものが違うからわかりますよね。それと同じように大麻という植物も幼内期の時にはわからないんですよ、枝の股のところをよく見ない限り。しかしだん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 成長してくるとね、オス株とメス株はその様相が変わってくるんですよ。まずオス株の方はだん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 成長してきて葉っぱが生い茂ってきますよね。そして成長しきって成熟しだす、つまり人間でいうと30歳を超えて40歳ぐらいに差し掛かるあたりからね、まるで髪の毛が抜けるように葉っぱがどん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 少なくなってくるんですよ、オス株は。そしてやがてドアのノブのような花が咲くと、そのドアのノブがパーンって開いて黄色い花粉がまかれるんですよね。そうすると途端に朽ちるように死んでいくんですよ。花粉をまいた途端に朽ちるように俺たち死んじゃうんですよ。だから俺たちは極論言っちゃうと、生命原理で負けばいいだけ。負けましょうね。だけど大切な種をまかないとダメだよ。どうでもいい種じゃなくて、女性陣にぜひその種をくださいって言われるような種にならないと。だからミクロネシア、ポリネシアの社会っていうのは母系社会で、女性上位でね、あの人たちは女性が男性を選ぶんだからね。ねえ、ミクロネシア、ポリネシアも僕結構いたことありますがね、男の人は子供であっても大人であっても朝から晩まで遊んでるから、それで全ての仕事は全部女性がやるんですよ。何から何まで遊んでるだけでいいんですよ。で、新月とか場合によっては満月来るかもしれないけど、そういう時にね、儀式をしてね、女性人たちが待ってるところに男性人たちが着飾ってお化粧をしてひな壇に並ぶんですよ。で、女性に選ばれるんだから、あんた、はいって感じで。だからその選び方はね、学歴があるとかお金があるとか、そんなの全く通用しませんよ、ね、イケメンぐらいは多少は通用するかもしれないけども、遺伝子だから。私の卵子と受胎してね、あなたの種を欲しいわけですから、その種のクオリティが求められるわけですよ。病気にならないか、クリアな気持ちを持ってるか、ハートがいいか、こういうことが基準になるんですよ。だからそういう母系社会っていうのは人間社会でもあるんだけど、まさしく朝の世界っていうのは母系社会で、最初に成長しきったオス株は髪の毛が抜けるように葉っぱがなくなって花粉をまいた途端に朽ちるように死んできます。その後メス株はその花粉を受け取ってきっちり結実していくんですよ。種を作るんですよ。その種が今私たちがナッツとして食べているもの、七味唐辛子の中の一味として入っているもの、そして種を絞ると油ができて
この油が保湿成分と良質の油なので、シャンプー、リンス、リップクリーム、石鹸などのコスメティック製品ができること、それとこの種から抽出した油がね、車を走らせることができる。だから用途が多様なんですよ。つまり麻のメス株は非常に多様性の用途があって利用価値が高く、モス株は利用価値がほとんどないという、そういう植物学的なオスとメスの形態なんですよ。これはまさに人間にそっくりですよ ね。こういうことから言って、男性原理がはびこる社会だとやっぱり麻を禁止にするような働きになりやすいんですよ。だからこれから女性性の時代になるというこのタイミングに、岩戸開きから女神性女性性が発動するこのタイミングに、やっとこの麻という植物は日の目を見ることができるという、いよいよ女性性の復活と麻の復活と岩戸開きっていうのが2012年と2013年のタイミングに基づいて連動しているっていう、こういうことなんですね。そして私たちは縄文の古から麻を使ってきました。活用させてもらってきました。そして豊かな社会を作ってたんですよ。だから麻をどんどん生活に取り入れることは未来を開かせることになるんですよ。そしてこの未来を開くというキーワードを健吾ちゃんがね作ってくれたんだけど、未来を